このレッスンではタブレットやスマートフォンで写真を目的に合わせて編集や活用するための Adobe のモバイルデバイス用画像編集アプリケーションについて解説をします Adobe のモバイルデバイス向けアプリは基本的にパソコン向けのアプリよりも機能が少なくなっていますこれはパソコンに比べて モバイルデバイスのハードウェアのパワーが小さいという背景があります。筐体が小さく使用時間を長くするために省電力化が必須になるためです。またパソコンに比べて一つのアプリケーションで使用するメモリの量にも制限があります。その結果、モバイルデバイス向けのアプリは パソコンのアプリに比べて機能が少ないのです。もちろん、モバイルデバイスの小さい画面サイズでできる作業も限られるということもあります。とはいえ、画像をレタッチしたい、修正したいなどの画像編集の目的自体は、パソコンアプリとあまり変わりありません。となると、モバイルデバイスでパソコンと同じように作品を仕上げたい場合は、 一つのアプリだけで作業するのではなく複数のアプリを連携させて作品を仕上げていくというものになりますもちろん一つのモバイルデバイス向けのアプリだけで作品を仕上げることもできますが複数のアプリケーションを連携させて用いた方がよりパソコンでの 作業結果に近い仕上がりになります。パソコンのフォトショップやライトルームのような写真編集ができる Adobe のモバイル向けアプリとして、色調補正に優れたフォトショップエクスプレス、合成などのコラージュアプリのフォトショップミックス、 レタッチアプリのフォトショップフィックス、写真現像アプリのライトルームモバイルなどがあります。他にもスケッチアプリのアドビスケッチなども含めて、アドビクリエイティブクラウドに対応しています。 以上、タブレットやスマートフォンで写真を目的に合わせて編集や活用するための Adobe のモバイルデバイス用画像編集アプリケーションについての解説でした。